フォギア、バイオ、その辺は、あ、バイオいいじゃん、絶対埋まると思うけど、だからあれだね、明確なんだよ、もうその北斗バイオって先これって言うとめちゃくちゃ売ってて、うん、それ以外は1ミリも売ってない、うん、今のラインナップなるほど、ね、1ミリも売ってないから、もう何これってなる、他のやつ、ゼロか100か、柔道得意だけどお湯沸かせないっていうのがさ、ああもうゼロか、如実に出てるよね、生き様全部それじゃん、生き様全部ゼロか100みたいなどうする1、2番だったら、いや絶対もうそれは取るで決まってるでしょ今の時期10番以内、2人とも10番以内します、お願い、まあそれます、1番ふー、99、え、そんないた、もうほぼドンケツよ、61番、やっちゃいましたね、おはようございます、お願いします、さあ、あ、北斗の剣があるって開いてる、いやいやいや見てないけど見えてないけど絶対開いてない、ゴリゴリに埋まってるよそりゃ、っていうかそのスマスロの島がもうほぼ埋まってんだけど、でカバネリバイオ鬼武者あたりが全部埋まってるのかな、あ、お目当てのセンコレとあれは開いてるよ、もうバリバリ全部開いてるよ、な、何がセンコレもガンダムもここあっちかそっちか、これガンダムかどうする、角台打つ、うわこっちすごい埋まってるね、やっぱ手前は埋まってんだよ、で、うん、センコレガンダムが一人も座ってない、ここいいよ、どうする、いいよこれ、これでもいいよ、こうする、クロス実践にする、あ、いいよ別に、あ、なにセンコレいいよ取ってもいいよ、こっちもいいよ、じゃあもうこうしよう、こうしようか、こうしよう、こうしよう、危ないからね、レッツパチトモできるようになってるじゃないですか、学んできましたねできたできたさあ今回私とレミンさんでやらせていただきます、はい、レッツパチトモですが、今回神奈川県来てますよ、はい、来ましたね、はい、うん、神奈川県のともえ淵野辺店にやってまいりまして、はい、実践するんですよ、ちょっと千葉って聞いてましたけど、僕あ、千葉だったんですけどちょっと急遽ね予定変わりまして、ああそうなんです、だいぶ県をまたいで、うん、神奈川県と書きましたよ、ね、全然違うところに来たんですけども、ね、はい、なんか実践始める前に見てほしいものがあるっていうのが あるんですよね、あ、沖さんがお久しぶりでございます、レッツパチとも風紀委員長沖ひかるでございます、せっかくですねパチともさんがマリモ月間と銘打って3回連続収録して、うん、あなた残念ながらミッションクリアならずということで、うん、罰ゲームっていうとね若干変なあの言葉になるんですけれども、まりもちゃんにはですね、はい、遠方の遠いパールショップともえさんを盛り上げていただこうかなと思っておりますちょっと寂しいかなと思って一人だったら、うん、パチともご用意しておりますレビンさん、こちらの方と2人で図体でかいボンクラ2人で盛り上げてこいや、突然な遠くのパールショップともえさんをね、それがあのミッションクリアできなかった罰でございますんで、あ、なるほど、ね、精一杯頑張ってください、以上風紀委員長沖ひかるでございました、ありがとうございました、はい、いやいやなるほど、いろいろあるわ疑問がいきなりなぜあの悪口を言われたのかっていうところボンクラ言われましたね、ボンクラと図体でかいって言われてね、レビンさんがそう言われたらしょうがない、いや違うの、違うんだよ逆だよ、レビンさんしょうがない、あ、マジで受け入れてください、ズルシャイでかいを受けるよボンクラはお前だよ、いや違う、何よ、いやいやもうしょうがないでも受け入れてよ、もうそれはいい加減、受け入れる、ね、いい加減、違うの、今の流れ的に何がやらかしてんだろ自分が、なんで俺巻き添えじゃん、ただの確かにこの間そのマリモ月間の最初に来てくれて勝ったからね、俺は勝ったんだよ単体では、俺ただ楽しんでただけだから、楽しんで負けてその後連敗して遠方に行ってもらいます、なんで巻き添えって勝った俺が3回続けて勝たなきゃいけないみたいなので、うん、1回も勝たなかったんですよ、むしろそれはボンクラ言われるよ、ボンクラ言われるからそうだろ、まあそんなわけで、はい、まあ、巻き添えっちゃ巻き添えなんですけど、はい、盛り上げてくれということなんで、こちらの淵野辺店さんは、はい、こちらに盛り上げよう、盛り上げ、歌でも歌うんですか歌でもお前の歌とかあるんですか盛り上げるっていうか盛り上げ方がよく分かんないです、多分ですよ、多分、うんうん、
出せばいいんだよ。なるほど。で、まあ、あなたの大好きな北斗が入ったばっかりだったんで、そう、ね、撮りたかったんですけど、うん、無理よ、初週だからね、まだね初週で、なんでまあ撮れるわけもなく、ガンダムユニコーンをね、撮りまして、まあまあまあ、ちょっと初打ちに近いそう、もう、あ、まあ、1回打ちましたけど、うん、全然詳しくないです、はい、僕はそこそこ打ったんで、ちょっとまあ期間空いちゃったんですけど、最後ってららら、まだちょっと思い出しつつのところもあるんですけど、楽しいでしょ、出したことはもちろんあるんです、感想もさせました、あ、だもうもう、まあ得意機種と言っていい、返してくれる今日じゃ前回のなんかさ、そういえば布団がなんとか言ってたよね、布団でマットレスだろ、お前覚えとけよ、お前買ったよ、ローンあ、ローン、じゃあ3回払い、じゃあ3回払いの2回目の月です、今日、あ、なるほどね、今月が分かりました、じゃあその分くらいはちょっと2500万円必要ですよ、分かる、1人1人2500万円、そう、2500万円払わなきゃいけないけど、結構だなそれ、まあ、でも多分それをやれるくらいになったら盛り上げろっていう、その罰というかね、お題が多分達成できるんですよ、だからそれ目指して、なるほど、ダメなら横に線これあるから、ね、すごい言うじゃん、さっきからなんかめっちゃ盛り上がってんだよね、1時間で5000枚で、そうだけど理想論じゃん、理想論なんだよ ね、いざとなって、いざとなったら、いざだ、まあ、時間がちょっと押し迫ってきて、あるから、もしかしてその混んでる中でも朝一台なんかあったらなんか美味しいよね、見せよう場所ね、これで、はい、じゃあとりあえず今日は盛り上げつつもうレビンさんに恩返しもすると、ありがとう、ちょっと私のお名もね、ちょっと払いのけたいんでご期待ください、はい、それではいきますか、はい、レッツパチトモ、レッツパチトモ、じゃあいきますか、やりますか、はい、じゃあいきましょう、慣れねえ前に座ってるぜ、慣れねえ台の設定変更後は、はい、50% で天国か引き戻しから始まるって話なんで、だいぶモードがね、 50% は相当だね、俺らに全長始まったじゃん、何これ全長じゃないの、全長だ、全部が番長って一緒じゃないからね、あの何のほらネオジオンだしな、ああそれ広角かな、この上に超広角が、朝一あんじゃないかな、設定変更、何も言ってないからね、まあただ言えるのは変更されてそうだよね、そうだね、盛り上げなきゃいけないからね、盛り上げに来たんだろうが盛り上げ、歌歌わねえんだったらお前ガンダムで出せよ、トモエの歌を知りたいの、トモエはいいとこいつでもおいで、はい、あースイカか、じゃあちょっとバナージチャンス、チャンスゾーンに期待します、あ、これっていいんじゃない、ほら行った、え、チャンスゾーン、俺が1回もやれなかったやつ、そうそうじゃあ追加で、そんなにこれね、なんか推定低設定を打った時は入んなかった、全然入んなかった、入んなかった、いきなり入ったの、すごいね、これはやったことないってことじゃん、ない、外れと前兆ともう AT 直であったのが1対1対1なの、あー、はいはいはい、他の台がなってたね、それね、あ、まあ、フラグだね、あ、すごい煽るな全然ランクアップしねえじゃないかよだから引けてないからほらほら気が緩んだよ今、はい、気が緩んだって、はい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 、来たんじゃない、いくよ、1対1対1だぞ、もう揃えちゃえばいいんだよ、揃うよ、はい、ドン、あー、あー、初めて外した、嘘だよ、初めて外した俺、絶対どっちか言ってたよ、俺のレッツパチトモの回でお前初めて外すんだよそれを、なんだ、違うやつの時に外すんだよ、だからボンクラって言われんだよ俺じゃねえだろこれでベル揃ったりしねえから、あ、チャンス目か、チャンス目、ここでステージが、ここで、あー、いいね、その上にもう一個あるからさ、あ、お、なに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 、いったんじゃない、激しいじゃん、当たりそうだね、お、同時に出撃モード、これどっちか当てたいね、さあここ当たってくださいよ、はいはいはい、俺は外れ、残念、わあ、出ましたー、盛り上げ る何周年でしたっけ、5周年、5周年に向けて飛び上がってきましたね、お店5周年なんだね、はいはいはい、もう最初のセットはもう合ってないようなもんなんですよ、可能性の獣に入ってからなんで、あ、はいはいはい、話は、はいはいはい、
さっき当てたやつ。あー残念、縁がないね、あなた。ガンダムいざとなったら隣の台ね、センコレ5が右側にあるから。朝一台だしね、俺だけ移動してもいい。打ちたくてしょうがない。いやいやいや、ちょっと詳しくないと気持ち悪いんだよね自分がね自分がそう、何も、まあ、一周すれば分かると思うんだよね。あーそうかそうか、当ててね。じゃあいきますよ皆さん、ここは打ちたくてやってるんで。なるほど、この周は、ね、そこは確かに気持ちよかった。そこはまずはゲーム数をね決めていきます。あ、お、いきなりめちゃくちゃ、あら、チャンス目引いた。やばいんじゃないの。7ゲーム乗りました。いいじゃん、これは。いいじゃん、ありますよこれ。マジでいきなりありますよ。ちょっとまた引こうよあ、まあまあ、緑はね、緑がデフォ。デフォ、あー、しょうがないね。あー、でも紫だ、これ3、11。おいおいおい、はい、あー、しょうがないね。この先はなんか引けば、あー、残念。まあでも最初12ってでかいっすよ。いけんじゃない、まあ、とりあえず引き戻しはもう絶対だね。引き戻した後にどれだけ乗れるか。いやいや、何回乗せるかでしょそんなの引き戻しなんか当たり前よ、12ゲームあったら言うな。 何を言ってんの。あ、ほら来た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 、ほらほらってこれぐらい出るだろほらほらじゃねえぜ、青カットが出るだろ。あー、惜しい惜しいな。あ、 9.3 分の1ですから。早めにいっとも、一発目は強制、これが欲しい。いや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 、大丈夫だ、マジでマジでマジで。ちょっと伊達に手袋してないってとこ見せるから。本当だよ、ほらね、ほら青なんだけど大丈夫まあ青でも揃うだろうけど。あー、ちょっと怖いよレビンさん。ちょっと、まあ、マジでマジでレビンさん、マジでよレビンさん、ちょっとちょっと何回連続でやらかしてんだよ本当にじゃあマジで立ちとも出ない方がいいのかないやいや大丈夫、弱いなカットインがお願い、あー終わっちゃうよ。うー、ほらほらほら、何言ってんだよ、もうじらすよじらすよじらすな、じらすよ、ほんとパチトモなんだから。おい、盛り上げるね。ほらほらほら、盛り上げる、もう盛り上げる、フルに使ってやんだよこんなもんは。もうバンバン揃うんじゃない。あ、もうこれほら1ゲーム目から揃う人だから。ほんとだ、それ揃うやつね。ほらね、もう子役かと、子役かと思いきやですね。ちょっと行ってくれよ、頼むぞ。1回しか揃ってねえから、あんだけはしゃいでおいて40歳が2人で。いやいやいやあ、ほらほらほら、おいおいおい、何これ、プラス、これが、こっちが乗ることもあるんだ、こっちも乗ることがあるんだけど。はい、あー、チャンス目、よしよしよし、まあまあまあ、とりあえずなんだよ、もう食わんのかよ1ってよないよりはいいだろ。ないよりはいいけどよなんかちょっとおかしいな、トゲがあるな、おい。違う違う違う、その1によってってことでしょ、ね、そう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 、今の1によってここはなかったら危なかったから。さすが、ほら来たね、青だ、青だけどはい、あー、いかいかよ、これはあります。何があるよだよおいこっから特段何もないので、特に40ゲームなんかじゃ当たんねえっす。ちょっとハマりそうだね。当たんねえわ。あ、下パネハードフラッシュ。あ、揃うやつだ。お、あれボーナスがあるぞ。あれこれ、なんだったっけ、揃ったらたまにあんだよね、ミネバチャンスか。ミネバチャンスだ。これで上乗せじゃなきゃいいんだけどね。あー、押し順ベル。はい、まあそうなるわな。20、なかなか入んないけど、やっぱね、上乗せが多いんですよね、直乗せが。あれあれ、お、どうしたの、何これ。いや、緑から赤経由しないといけないレベル。あー、やるね。それでもかっこいいな。おいおい、それぐらいは知ってる。知らない、知らない読んだだけ、読んだだけな、これ知ってる、何柄か。トロピカルあれなんだっけ、ハニカム柄、覚えて帰って。なんかもうレインボーになってからというもの、金出たりさハニカム柄出たりさ、
もうそういうモードなの。そうだね、もうずっと強いプレミアムみたいなのは。安売りって言ったら失礼だけどね。じゃあもうボタンも絶対出てくるよね盛り上げるために俺も盛り上げるぜ。よしよし、じゃあ俺もここでなんか引こう。じゃあ頼む頼む、安い役でもいいから。おお、いいねいいねいいね、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。はあ、ただの外れ。あーあー、もう上乗せた。あでも50いった、ナイス。盛り上がれ。あーすごいね、やっぱね盛り上がった。ともえを一丸となって盛り上げようとしてますよ。306、1万1000です。まあまあまあ、とりあえず最初の50ゲームは挨拶だと思って消化してください。いやでも想像よりあれだわ、もっと辛いのかと思った。2人とも今300でも俺早いと思ったもん今。それ先行でばっか打ってっからじゃないじゃあ2人揃って可能性の獣だね。じゃあ行きましょうか。ああ1位、あ赤い、ナイス、はい、5以上。あ7取った、どうしたどうしたの。3、あーえあおおい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 、おしよしよしよし、11、これいいな。ああいいねいいね、はい、3以上。紫になんない、紫以上。はい、あー12、8。こっから先は共通ベルトがね、チェリーチャンス目なんか引けばさらに乗る。うまい、外れでもねたまに乗ります。あ私もうまいね。あー終わっちゃった、大丈夫ですか。9と13、9あれば、まあ、大丈夫大丈夫、9は大丈夫。9でダメだったらマットレスなんか捨てちまえばいい。いいマットレスで寝れる権利ないよ大丈夫だ、9あった。はい頼むよ俺ももうちょっとやりたいよいやいや終わんないから、なんと弱気なの。知らなんかさ、知らない機種に対してのその弱気度がすごいよね。不安になるの早いの大丈夫だから太鼓判押すから大丈夫、俺もさっき青の揃えたから。あー五分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 、あーさあ追い詰められましたよ。大丈夫、自分を信じて狙っていこう。すっごいそろそろそろ中段に7が止まる。あーやってんなおい、やっちゃったね。上上下下、じゃじゃそれあのこっちねコナミコマンドあーあまあでもほら出撃モード勝利期待だってね、信じよう、それを信じよう。あーいいな、俺もそれやりたかったな。まあまあまあこういうことが起こると見ててくれよ、絶対来るから君の身にも。もうベース増やしてこいよベース。そうね、よし来た、ラストラストチャンス、さあどうぞ。あーマジか、まあまあまあ先は長いんで、まあまあまあひとまずね一回先行で打ってくる。え一回先行で打ってくる、一回一周する。3万使うからね、それでもいいですよ。やっぱさもうなんか感じるものがあるんだけど多分ね打ち慣れた機種をとりあえず打っとかないと落ち着かないんだろうね。いやいやいや、あの大丈夫よ、今は盛り上がる時間じゃないわけでしょ俺は。まあ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 、まあ、とりあえず強レア役を一旦引いてくださいっていう。これまではまあしょうがない、チャンス目とか強チェリー。あーいいね、なんか今日いいね。あらららら、あちょっと何何100ゲーム乗るよこれ。 100ゲームは乗らねえわ10、いきなり10俺が100って言ったからこれが勝負見えちゃったああーいいねいいねいいね、ナイスですね、ナイスですねこれ。あこれを続ければ、いやまだわからんよ。ほら来た、あらららら、ら、あ緑か、あらおうまいねあしかも外れだ。おいちょっとちょっと、ね、なんか強い可能性の獣があると思うんだよね、このゲーム数のせいのとこ。切れた後だからじゃないの。ああありえるねありえるね、切れて一発目だからじゃないの。ちょっとここ外れでもね乗ることが、ああさすがに今日はとか
まあまあでもどんどん増えていくな。16じゃあれだよね、今日の周りだったら終わんない可能性ある、終わんない、あるある、余裕である。いや本当にもう見ててくれって言いたい、俺の生き様を。もう3桁は必須だよよく言うわ、9ゲームって1回もな止まらなかった。3桁は必須よ、大丈夫大丈夫ね、大丈夫ね。おい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 、嘘だろ、16だぞ。おい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 、まあ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 、まあ、見てて、待って、見ててくれ、見ててくれよ、見ててくれよすげえ怖い、すごい怖い、ずっと見てるよ。あー、そんなことがあるのか。16だぜ、引き戻しできなかった。3桁必須どころからお前あんだけ盛り上がったのに継続までしないとダメだよ、盛り上げに来たんでしょ。そうですね、俺はでも今日ユニコーンでいいと思いますよ。もうそうだよね、流れ的には、流れ的に俺はもう追加してるけど。頑張れバナージ、決意した。おい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 やっぱ俺はこの台打った方がいいよ、きっと俺は打った方がいいよ、まあ、絶対打った方がいい。うわ早い、さすがに2連続でこのカスはないと思う。気合入れたい、今あれば入れたよ。じゃあ大丈夫だよ、じゃあさっきは気抜いてた。そうね、ちょっと意識が外に飛んでた。大丈夫。ほい、嘘だろ。おい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 、こんなのないよ騙されてるよ、絶対盛り上げないと思え。なんか今んとこで盛り上げろよあんなことされたらもう絶対盛り上げないよ。めっちゃ行くね、結構引いてるよね、油断しないとまあ2回外れ引いてんだから。でもさ、3の3乗、3分の1の3乗って27分の1じゃん、分の1じゃん、そんなわけないじゃん。27をね、ここでやるわけないよ。大丈夫、完全に狙いに行ったから今。はい、ほら、焦ってただろ今顔がもうこの今見えてたんだろ、スッてなるのが。ここで止まってちょっとびっくりしたもんね。いやすげえ嬉しかったな。あいいね、しかもこっちじゃなかったんで、こっちじゃなかったんで、直当たりは嬉しいじゃん。いやーよかったよかった。じゃあまあそんな盛り上がってるとこ2番なくなったら大丈夫だよ、大丈夫、この間の分は俺は返すからちゃんと。俺すごいビビってっから今。大丈夫だよ、先行には11枚入れるのにな。ムカつくな、なんかガンダムには3枚目でちょっと怖いわ知らないからね。そう、知らないか、知らないから。いやびっくりしたよ、11枚入れたのは。で何枚出したんだっけ。270枚はい、くー40。これじゃまだ心動かない。全然全然まだ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 。いやこれハマってんのね、その先に待ってんのがこれかって思うだけじゃさ、ちょっと、まあね、そうだね、心は言えないよね。あ、これが待ってんならってしてほしい。いや、分かった分かった、マジでレビンの心を激動させるような、うん、それな、待ってんならしょうがないわ、俺ハマるわって。そう、黙ってハマっとくわって。そうそうそう、まだ納得できる。分かりました。お、外れないけどもう上乗せばっかりだな。上乗せしかない。ドキドキしない、どう、え、どう、20ゲーム乗せ全然ドキドキしあー、まずい、レビンさん、あ、終わってしまいました。しかも天国モードかどうか微妙な感じですよ。ダメ、あ、いったいったいった、あ、5ゲームじゃん、5ゲームだよ、だいたい当たる。本当に、だって5ゲームでベル弾けばいいんだよなんでそんなに疑うの5ゲームありゃ基本大丈夫よ。出るか、ほらほらほら、あ、ほら言ったじゃん、臆病になってる。うわすごい、何あ、あ、え、そんな強いの1ゲームで引くの、やりますね。大丈夫、もうこれ、これ引けるような人がそんな終わらせるわけないから弱っ、やってみせるだよね、やってみせる。4ゲームあればでしょ、もう7揃いフラグしかないと思って戦おうよ。ほら来た、あ、いきなり緑中押し、おお行くな、も
もうすごい自信だったなんだよ、絶対止まると思った今も。大丈夫だって、謎の自信ちょっと臆病になってるよね、ガンダムユニコーン。あー、おめでとう。怖いからやめろって右からでいい別にだから中から強要してないしね、頼まれてないやってるあ、なんか出んじゃないの、チェリーとか出んじゃないの、出ないの、出ないのか。うわー、振り出しに戻る。あ、ハローがいるぞ、ハロー。これゲーム数どうなんだろうな、クリアされんの。されないよ。あー、よかったよかった、されないよ、まだ頑張れるね。全然使ってないのこれ、全然使ってないですよ。5000円ですから、すごいな、明暗くっきりだな。あ、また、あ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 、レインボーだって。は？紫、え、何それ。広角ステージではあるからな。で、あれ狙ってください、紫。紫、あ、その、この時点で多分強チェリーか。あー、なるほど。え、でもこれどうなの、これ何が出てくる。普通だったらバナージだと思うんだけど、レインボーだからもう当たるよね。あー、なるほどね、ウィンだ。3万1000、レアなやり方してますよあなたね。王道はないんだね、俺に王道の感じはないんだねそうだね。ではトータル3万1000なんで、まだいけるんだろ。まだ全然いける、入れた分出てくるわけだから。そうそうそう、跳ね返ってくるわけ。ちょ、黒ナビだね、これミネバチャンスいるんじゃない。なんかすごい薄い抽選をパスしてんじゃない。そんな何も引いてないのに全長いってんのに当たんないよって、 そんなわけないでしょ。そんな斬新なと思ってさないない、まあ、とりあえずここで当たります。あ、赤い赤い赤い、うん、大丈夫だよ。それ取っときたかったよね。いや、それ取っときたかったよね、これ下手すりゃ。え、いやいや、これ取っときたかったじゃんっていう。何やってんだ、その先じゃない。おめえはさっきから何やってんだよこれ何いらねえんだよ、その1ゲーム、あの獣のとこで1ゲームで強チェリーとか。何やってんの、そのくせさ、 AT 入れねえしよ。何やってんだこれよ、これ絶対後でしょ。まあまあ、まあ、なんかあると思うよ。覚醒出てきたりしない。いや、まあそう、期待しよう。やり口が珍しいことばっかやってるから。あ、これじゃないの。あ、ボーナスボーナス、1ゲーム違ったんじゃない、やっぱり絶対違ったよね。1ゲームは下手なんじゃないか、本当は。1ゲーム違ったんじゃない、ここじゃないの。だって絶対、まあ、絶対ここじゃ、まあまあ、分かんないよ。まあ、まあ、慌てなさんな、この先見えないけどここにあるから。ここ覚醒が、ここが良かった。2ゲーム違うんじゃないまあそれは間違いない、ね、絶対ユニコーンボーナス以上だったろうから。お、ほら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 、切れる切れる切れる。あ、え、俺のあいつはどこ行ったいや、多分もう一回出てくると思う。もう一回出てくる、さすがに。ちょ、信じよう、さすがにね。あー、やりました、やりました、私も。なになになに、めっちゃ当たんじゃん。広角強チェリーだね、俺は。なになに、そんな当たる台なの。はにかみました。興味なさすぎだろいや、俺は可能性の獣行ってきますんで。まあでも、比較的得意だもんな、そうそうそう、あんまり乗らないけど。あー、ジジイよっしゃ、ジイさん、オーケー。もう一回、もう一回、もう一回。だ、ハズレでジイさん多いね、今日。もう一回ハズレジイさん。あー、出てこない。あの時点で出てこなきゃダメなのかな、ボタンで。お、おいおいおい、あー、16。おいおい、ここ大事、ここ大事。あー、ダメか、でも16。いやー、揃わんな、16だぞ。弱いぞ、マリモさん。盛り上げに来たんだろう、俺。あー、一度も戻せないで終わりなんてある、そんなこと。よーし、アップな。これでかいね、これでかい。やんないんだ、あれ。え、これをずっとやってない。あ、やってないねむしろユニコーンやっちゃった。今やんのかと思ったらずっとこうやってるからこれじゃないの。すごいね、覚えてんね。俺だろうよ、パチ友になってきたね、だいぶ。もうちょっと揃えてからやるのね。そうそう、まあまあ、まあ、入って当たり前なんで。おお、すごい、やっぱ良くなってきたね、流れが。流れがだいぶユニコーンと波長が合ってきたね。はい、よーし、あっぷんね。15ゲーム使った。使い方としてはうまいんじゃない。うまい、
増えてるからね、むしろ一応ね。ああ終わっちゃった。まあまあまあ、まあ、でもいいです。そんなに長多くなかったし、そのいっぱい乗せた時頑張ればいい。そうそうそう、そうなんです。ベースがね、そう青で揃うようになると本気だよね。ああパタパタいってる、パタパタいってる。あちょっと待てよ、どうなのこれ、これどでかいんじゃないの乗せが。さすがにだって揃うのは、どうだったらこうダブルで揃うこともあるんだよな。それダブルで3桁とかじゃないの。ああそう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 、出るかもよ、パチパチとも出るかも。レッツパチとも始まってるじゃねえかよ、完全に。いやかっこいいな、おいこれ盛り上げるねいやいいね、やっぱユニコーン使命を全うしてるね今日は。ちょっと巴が好きになってきたもん俺。よし、きた。いや盛り上げる、盛り上げてくも。ダブルはなかったけど、よし。あでかい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 、50取った。おい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 、とりあえず引き戻したい。あれこれ普通だっけ。高速点滅とかがあったと思うか、それ普通だと思うんだよ。普通だった、まずい。頼む、あおかー、はい。あーまずい、終わりましたか。あー止まらん、くれないんだってこのケチがあって、終わりだって。あー僕も、僕ちゃんも260です。いやいやいや素晴らしい。ご飯食べます、ご飯行こうか、食べますかもう可能性の獣じゃねえかよ、259ゲームあって、まあ、ここ駆け抜けるんで基本消化するだけか、それ。基本駆け抜けるんで。ああ紫の1000分の1ぐらい、そんなもんだったもん。4桁だったと思うよ。それをよくまたあの短いスパンで引いたなチャンスゾーンの1ゲーム目に今日チェリー引いたりなんかね、引いたりなんかね、たまに繋がってねえわ。でもその確率がいいんですよ、そろそろ先行で行っても、あ先行で、先行で行ってもいいんですよ。危なくない3万使ってからなんかネガティブだな今日。いやいやいや、どうした、何なの、何がよ。いいのね行っちゃって。いや行きたいんだったらいいですよ、隣ね。投資6万だよ。まあまあまあ、隣限定だよ。でもタイミング的にはいいんじゃないですか。ちょっと待って、これ今日チェリー引いたんでしょ、ってことは天国も否定されたから。そうそうそう、66ゲームねえ、やめ。ではもうめっちゃやりますか。いやいいって言うからだよ。いやいやいや、俺は言ったか聞いたからね本当に現地取ったってマジで6万投資いくからねこれ。いやまあいいよいいよ、だいぶその分だから出る可能性はある。可能性はある、1回だけだよチャンスもらえるの1回だけ。では私ちょうど反対サイド、はい、戦国コレクション5移動しましたので、まあ、時間的に多分1周と天国を見て、すいません6万負けましたってなるか大逆転、マジでありますから。早いからね、早い、出始めれば。じゃあいきます、はい、お願いしますよ。これもうねリセットだと思います、さすがに。百何十人並んだんだから平日なのに。さすがに据え置きっていうのもまあ見たことないしね、しかもこの線これで。なんでわかるかさ、1200の一番ケツの方まで持ってかれるからあいつもあのこっちの方が店儲かんのかなリセットした方が。そう、わかるじゃない。ああでもね本当に天国か1280かみたいな感じなのよ朝。あんまり、まあ、もちろん途中のも当たりもあるけど薄いと思うんだよね。あと高設定は知らないです、高設定だとしては知らない。打ったことがないだろうからね、多分全部1しか打ってない。鬼ヶ島行こうよ、まあ、鬼ヶ島は当たるけど、鬼ヶ島行こうよいっぱい。あれ雷撃バージョン入れたらでかいね。見たことないね雷撃は。1回だけだ今まで。だから一番熱いのが1000近くまでハマってる時とかに雷撃バージョン行って7揃ったりしてオーバーキルして、それ突破ゾーンロボニアドライブスタートとかそういうのになると激アツですね。で特に当たった時にも言うけど、朝一シナリオ6とかも結構多いから、だからシナリオ6は雷上がりで初回一発でしょ。だその時に特化ゾーンスタートとかするともう仕留められて、まあ、5セット目まで行きますよみたいな。ただやっぱ一番王道ルートは朝一やっぱ 16% でシナリオ7もしくは 16% でシナリオ8が選ばれるわけですよ。約3分の1でどちらかが選ばれる。なんでこの 16% のシナリオ8を取って、その時に1回でも7揃いとか途中でしてればもうその 50% やらずして9割のいけるわけね。そうそうそう、7揃いか、ね、そう全然違うの。え声が聞こえない。違う違う違う、ハイトーンボイスになってるのあと表情も全然違う、表情が
0か100の男なんで今0から100に移った男の表情です。本当に全然違うよマジで。借りてきた猫ってさっきみたいなこと言うんだなっていうのが如実に今感じたもんね。あっちの面白くない時の俺ね。やれてない時ね。ユニバカサミフェスとかにいる時の俺ね。あの控室で端っこの方にいる時の俺ね。誰がおとなしいの。誰が疎外感だ。友達がいない感じ。友達はいないんだけど。友達は実際いないですけど。何言ってんだよ。バチ友じゃねえかよ。あ、そうだ。唯一だ。唯一だからな、マリ。やめろよ。お、これは言ってるけど、こっちでも当たりそうな。ほら、バカンス。ほら、こっちで演出中に当たる。夜、いた？雷撃だよ。マジ？雷撃だよ。夜、夜、夜。ちょっとそれ見せてよ。やば。ほら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 。おい、これマジ、ちょっとマジで。頼む。頼むよ。じゃあまあいいんだよ。俺に何を今俺何を頼まれてる？7のカットインだけ出してくれ。あ、なるほどなるほどね。10分の1だから。オッケーオッケー。カットインが出たらもう当たる。出たら当たる。任せといて。じゃ本当に、じゃあ本当これ行かないからね今日。もう多分これ最初の最後だよ。俺のレア役でもいい。レア役でもいい。1590これ。ジャックレアでも OK。人生最初で最後のかもしんない。これ7ゲームか何も引けなかったら何もないから。しかもまだ追加投資してないのよ。まだしてない。これ7カットに出しは終わりだ。うっせえなもう。聞いたよそれはもう。分かってんだよ。分かってんだよ。理解した。うるせえんだよ。ガタ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 抜かしやがったよ。嬉しそう。理解したのかよ。したよ。じゃあジェリーとか7カットに出しゃいいんだろ。もうなんかずっと同じこと言ってんじゃねえかよ。行くよほら。頼むぞ。ほら。あーマジじゃん。マジじゃん。引いた。引いたよ。引いた。ほらほら。やったレッツパチトモ。違う。またやっちゃったよ。不器用な男だな。うわーすげえ。これ1590個ですよ。すげえ初めて見た。このさバキューンとも言わずに出んのすごいね。すごいね。当たり前のように。大勝利は？大勝利は？大勝利だ。取ってんのか。特化層特化層だよ。これ余剰分で。いやほら見て1200で選ばれてたら危ねえ。本当だ。結構不景だおい。これでシナリオ強かったもんやばいよ。やばいよ。まあもうだから。しかもあシナリオ6だったらもうなんだよさっきからお前。自分で下げて税金が下がったら早く打ってよこの野郎。楽しそうだなだいぶ。いやシナリオ6だったら初回だけ 1% なんで。あそこはね。これロボリアンとかね7 1回でも揃えとけばクリアするってもう激アツですよ。分かってるだから早く見せてくれって言ったよ。うっせえなもう。あめ1ゲーム叩いちゃったもん。頼むよ。もうそこはやらないからねそこはね。おめでとう。これもうレインボーなんで基本カットインです。何回1回で終わりじゃないよね。もちろんもう、ね、揃えた分だけそのセットいけますので。レビンなら出せる。よっしゃおめでとうありがとう。これね1セットで20ゲームしかないけど200枚出るんですよこの1セットで、ね、そうだね、でもこれ400枚出る。いやちょっとまあいいんだけど。何俺さ何も知らないやつじゃないからね。ある一応ね、まあ、見てる人フィルターを通して一応見てる人に言ってる。俺にっていうよりは、ね、いや分かってる。それはマリモの通信も見てるからじゃやってんの。まあでも2回取れたらまあ頼むぞシナリオ6でいい。ああこれ頼むぞ。青がいい。初回青がいいよ。青以外やだ。ありえるよね。ありえるよ。これがシナリオ6だったらもうここまでいきますから。これ最後の50%を取るだけ、はい、最高なのは8です。8だったらもう2回揃えてるんで、もうスーパー異世界までいきます。もう一個外れるともうめんどくせえぞ。もう一回 AT 入れると。いる引き戻しにはいるかもしれんね。もしかしたらまあでもバトンタッチしてね出してくれてるんで。いやここはまあいいのよ。この後よ。武将ガチャとそのござりにあんの開始画面はまあもうシナリオ6、8なんで最強。
あ、分からせないね、全然何も示唆なしですね。さあこれでもう、うん、なくなりましたよ、ストックは。どこに落とされるかですよ、その後の継続率。なるほど、これはどうですか、この2人の組み合わせ。あれか、普通2人だと3以上なんですよ、シナリオが、はいはいはい、2人出るだけで。ちょっと組み合わせによって、じゃ一応分かんないものは見ておきましょう。やっぱパチマがフロマが見るの、見るね、うちのサイト、有料サイト見るよね、それはね。どこだ、分かりづれえな、どこにあんのかが貴様のところだろうが言え言え、編集部に。あ、一緒か、シナリオ3以上ですね。やっぱ3人出れば7、8なんだけどね、もう1人いれば。だ1、2はこれで消えます。3じゃないことを願おう。3じゃないことを願う。あんな劇的な展開で3ごときを選ぶわけないじゃん。ここも赤から始まることも全然あるんでね、扉が。うわー、あー、まだ赤ちゃん、あ、まあ、武将の方行けばまだギリギリ。まだ赤ちゃん一番下が出ました。まずいね。まあ1回とかじゃまだ全然だから、チャンスアップ。3回からもいえば、まあ歴代のセンコレ2とかもそうだけど、3回入れば確定なんだけど、2回までは負ける可能性。ああ、1回しか入る、2回。おお、え、ということはただそうすると 4だと今度 4セット目がきつい。ああ、そういうことね。そう、3と4はその3、そう、そこがきついね。もうこれが黄色以外だったらもう俺は残りが50杯以上になる、全部。おお、やったじゃないの。ちょっと、おい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 、来たね。これ5じゃねえか。5678が確定になりました、シナリオ。まあこれでシナリオがいくつだろうが関係ないね、もう最後は 50% なんで。はい、1000枚いきました。ほとんど3分の2は回収したと。3分の2回収です。3分の2以上ですよね、ここ46枚。普通か。吉本頼む。うわうわ、巫女でもない、巫女でもないもう武将か、マザーガチャ。武将、武将、男武将。ああダメか。頑張れー、頼む。一番最低の演出でノーチャンスアップ。頼む、当たれー。あーまだまだ復活があるよね。それでも復活がある。それでも、それでも、ダメか。あーあー、消えた。どうすんすか、まあ、とりあえず天国から見るのか。一応やるよ。今はチャラぐらいなんじゃないの、もしかして2人で。あー、ありえるね。もう1000枚ちょうどチャラぐらいなんじゃないの。プラス1000枚切ってるからね。ちょっと見てこようか俺は、ブラッド。それはちょっと深そうだからね。花火の角台打とうかな。いいんじゃない。18回当たってるよ。あ、いいじゃん。あ、打ってたわちょっとバイオセブン打つあれじゃないしな。103646、花火角台当たってますね、18回ってね。ずっとうね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 当たってるわ。もうこっち来ちゃうともうノーマルはないわけでしょ。だからもう花火のあんまり当たってないやつか、バイオやろうかな一周だけ。いいんじゃないね、で使っても5、600枚でしょ、だって。で1回通しちゃえば勝ちみたいな。そうそうそう。じゃあちょっとバイオセブン1周だけやります。はい、はい、やられてたまるか。お、強制ハマってるね、随分。そうなんですよ、今500ぐらい。今日一のハマり終わりかけの、まさか終盤最後にこんなのが来るなんて。もうあれ、はい、ちょっと待てよ。ええ、直撃じゃないのこれ。直撃以外考えられない。考えられないですね。ということで135で敗戦ですからね。はい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 、おめでとう。もう間違いないから
いきなりあれ行くからね、もうクライマックスバトルじゃないからね、もういきなり、まあこれ確定ですよね。はいどうぞ、シューティングアタック。いやーすごいね、163ゲームで直撃です。そんな簡単に直撃なんかしないでしょ。しないっす、しないっすね。今日はやっぱ引きがおかしいんじゃない。あれ勝てるかもしれないぞ。ほらほら頑張れ、ね、りんちゃん頑張れ。やっちゃおうか。はい、80ゲームでした。80乗ったんだ。400枚は出ますね。あー終わった。まあ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 393枚、400枚、だいたい400枚。おい引き継いだ、引き継いだんでもう一回できますよ、ラストチャンス持って。もうマイナスになった。今チャラぐらいじゃないか。それでゲーム数が800手前。おいおいおい、すごいね、天井だ。もう目指すは本当に目指すは、まさかここまでなるなんて。当たっちゃった、天井いけなかった。当たり、まあ、いいや。じゃあ私も245で CB に。あ、頑張ってください。中と右ですよ。じゃあ順押しかハサミかせーのでいってみる。いきますか、せーの、ハサミ。あーずれた。順にする。なんか俺になせりつけようとするのやめてくれる。これはだってなんだと思ってんの、パチトモだろ。これはレッツパチトモ、しかもこれでもう終わりなんですよ多分時間的に。あーじゃあちょっと、じゃあパチトモのマリーが順と言ったんで、ね、俺は言いました順押しと、順押しでいきたいと思います。ありがとう。あー取った。よかったよかった。いやいや待てよ、まだ確定じゃないから ね、 そうだね、ファーストですから。頑張れ頑張れビ、頑張れビ。うわぁ、ダメダメ、あと復活しかない。マジか、結果が当てたのに。当てても当てても変わんなかったってことか。変わんない。はい、では実践の方ね、先に僕の方終了しましたので、ちょっと店内の方を見てまいりたいと思います。どんな感じだったのか。さあもうひときわ稼働がすごいことになってますけど、ここね、まあ、人気の 6.5 号機の、ガバネルとオリンピシャね、すごいね、すごいですね。手前の方が強いね、なんかね、ここすごいわ。新オリンピシャ2の方がこの辺すごいですね、めちゃくちゃ出玉感。あーで結構粘ってんすよね、そのバイオ RE2 とかも結構粘られてるんで、挙動がいいんじゃないですかね。で向こうのじゃあやっぱスマスロ見とかないとね。ガンダムそのユニコーンも結構全体的に悪くなさそうだけどね。で人気のもう朝からバッチリ埋まったスマスロコーナー、はい、まあ、1500枚1800枚1500枚で出てますね、鏡ね、ワールブレイブと、まあ、今その収録の時に新大衆なんで、今入ったばっかりのスマスロ北斗の剣。あーいいな、俺いつ初打ちできるんだろうな。1000枚出てますね、カード2の方ね、まあ、一応ちょっとここは今のところメインだったんですけど、ちらっと結構ともえさんってやっぱ置き時のイメージがあるんで、うん、置き時ゴールドもまあ別積みとかあったりしてね、はい、まあ、時間もまだ夕方前なので、まあ、これから出玉とかついてくる可能性ありますが、やっぱりあのスマスロとかね、やっぱ 6.5 号機とか、まあ、人気どころのまあメイン機種、結構いい感じで、出玉ついてたんで強かったんじゃないかなと思います。あーまずい、あーおい、はいくー、めっちゃハマったのにな、チャラぐらいかな、チャラ行ってないかな、ちょうどですねこれね、ちょうど、あー説明、レッツパチトモ。さあはい、楽しかったな、盛り上がったな今日は。盛り上げに来たんでしょ。盛り上げましたよ、盛り上げました。だってユニコーンね、俺たち以外全員箱使ったってことでね。完全に俺ら以外は使った、ね、僕も途中は使ったんですよ、最後まあザッザッってやっちゃいましたけど、はいはい、ただお違うんですよ、いつものマリモと思っちゃいけない。おう、どうなったんですか最終。勝ちましたよ、勝ちました。あら、投資がですね5000円です。はい、230枚、はい、回収なんと231枚プラス1枚です。
嘘でしょ本当に嘘だと思いたいじゃん、うん、マジか。あ、230枚で 1枚勝ってると思って46で計算してるね。46ちゃんとびっくりしましたよ。あ、勝ったんだと思って一応もうちょっとおちょくってるみたいじゃん、奥さんもうあいつやったなって思われる。だから他の人たちは、まあ、他は箱使うし、はい、で僕は勝つし、うん、で、まあ、レヴィンさんは、はい、移動した先で盛り上がったよ、ね、盛り上がったでしょ。移動した先にいないと盛り上がったんですか。どちらかというと俺だけ盛り上がったけどね店内盛り上がったんだけど俺一人が盛り上がったけどまあでも盛り上がった盛り上がった、うん、でしょ。だからこれはもういいんじゃない、使命果たしたんじゃないかなと思うんですよ、ね。まあ、結果、はい、2人の乗り打ちだとレミさん何枚マイナスなんですか。3枚線使って808枚とかで、まあ、600ちょいマイナスです。じゃあそのままそれがちょうどそのままってことですね。だから1人300枚ぐらいのマイナス、300枚ずつマイナスになっちゃう。まあそれぐらいならごめんよ。いやいや、この間のことあるから。でも全然マットレスで回収できないね、俺といると。流出して、どんどん流出してくる。それがあれば、ローン1回分が払えたんじゃねえかって。一発分払えたよ、多分。まあでも。まあでも今日楽しかったな。そうですね。あのマジで。あんなに変わるんだなっていう。その置かれた環境によって、人ってこんな変わるんだって見られたんで。だから短時間でやっぱ人を判断しちゃいけないよ。そうだね。これから先。分かった。今日はいいサンプルになりましたね。あ、こんな人でしたってあんま言っちゃいけないよ、ね、短時間しか見てない、ね。こんな二面性があるわけだから。はい、さあということで、はい、今回は、まあ、まあマイナスでしたけどお店もね、はい、なんか5周年に向けて盛り上がってたし、ね、はいはいはい、はい、まあ、楽しめたったしね。そうだね、うん、はい、なんでまた、はい、違うね店舗で戦うことになると思いますけど、また共闘することもあると思うんで、お願いします。次こそはちゃんと。そうだね、今回一応勝ちで、前回勝ちだったら今度はダブルでも言っていいのか分かんないですけど、ありがとう、うん、だからこれ次ドン、ね、もしね2人で、2人でね言われることがあったら、うん、ダブルダブルパンチでいきましょう、はいはい、ということで、はい、今回はこの辺でお開きでございます、はい、皆様また次回もお見逃しなく、いきますよ、はい、レッツパチとも